残すとこあと2組なんですけども、次は東京のですね、赤坂総幕です。曲はミッドナイトディバージョンです。どうぞ。すごく音色も変わったし曲調も変わってね。でなんか後半のなんかちょっと落ちるところなんかなんかこう海の中みたいな感じになって、そんな感じ。ああそうなんですか。いやじゃあ俺は正しい感覚でしょうか。いやーよかったですね。ちょっとお話を聞いてみたいと思うんですが、シュウ様いかがだったでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。最初のカッティングからまず使われまして、でそこからなんかあの歪みのニュアンスがどんどん変わっていってこう、うん、なんかどん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 歪んでいくような感じがすごく気持ちよかったです、はい、であとギターのトーンとかもすごく僕好きなトーンですごく太くね、なんかストラト、まあストラトの中でもすごく太い方の、ね、音だろうなと思いながら聴いてます。それからあのメイプルシバーもすごく僕好きなんで、はい、すごくいいなと思います、はい、あとは、ノリが今赤坂さんは19歳ですか。はい、19歳ですね。19歳でこんなのやるのはまずすごいことなんですけど、ちょっとねあのリズム感的なところはすごく僕いいとは思うんですけど、はい、あの自分もそうなんですごく分かることがあって、なんかこういう現場でこう前乗りになってしまう感がちょっとある、はい、うん、でまあこういうリズムの曲だと、そこを一生懸命我慢してこう後ろ後ろもスネアよりもちょっと後ろ後ろっていう感じの気分でやってあげるとさらにこうなんかこうなんていうかグループが出るっていうか、うん、いうところがあるので、まあオケだというところを諦めずにオケに対してグループを俺が作ってやるんだぐらいの感じでやってあげるとさらに良くなると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、イケメンでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ねえ、プロのご意見ですから貴重なねアドバイス、まあ今後に生かしてくださいね。まだ19歳。はい、皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。いよいよですね、本年度の最後の出場者になります、福岡からやってきてくれました、いや増田俊弘君です。曲は Someone Like You です。どうぞ。
下君でした。いやどうもどうも、最後そうでも全然そう見えなかったですよ、はい、音もねすごくガツンとくる感じでね、じゃあ最後にあの審査委員長のお話を伺いたいと思いますが、小林様いかがだったでしょうか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すごいあの楽しそうにね、あの自分の曲に乗ってるというか表現しようとしていることがすごいあの伝わる感じに、表現されているのがすごいいいなと思いました。なんかあの楽しい気分になるよね、うん、でその曲の中にその多分思いをいろいろ封じ込めているフレーズがあのやっぱりちょっとその大人な感じ、はい、で25歳、ね、はい、のこのあこうしたいんだよっていうのをこう顔に出てたりするっていうのがすごい伝わってくる感じ で、感じ で僕はその左手のこういうニュアンスで演出したい、音程を変えたいみたいなとこと顔がね同期してるのがすごい良かった、はい、大事だよね。ありがとうございます。そう、それがすごい伝わったんで、すごい良かったなと思います。なので、そうですね、まあいろんな、ね、テクニックあるとは思うんですけど、そういうところをこれからもレベルアップして、はいはい、たくさんの視点でギターのトーンを伝えていってください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でしたですね。はい、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。まず、今日出場していただいた、まあ、10組10人の方に登場していただきましょう。では、順番にどうぞ。はいはい、どうぞどうぞ。あ、ね、マック・イレイ君から始まった。はい、皆さん改めてこうねご覧になって、ああのギターこのギター弾いてたよねとかちょっとまた思い出していただいて、はい、以上、はい、あ、もうちょっとねもうダーンと皆さんもう堂々としてくれても、はい、ありがとうございます。はい、少女ジュニア部門マック・イレイ殿、あなたは GIT マスターズ2015において当初の通り優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。平成27年10月24日 GIT マスターズ審査員一同おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状とそれから賞品が渡されます。入れさんおめでとうございました。ありがとうございます。ね、これからもっともっと頑張ってくださいね。さあここで次はマスターズ部門に移りますが審査員特別賞から発表していただきたいと思います。では発表伊佐様それいります。壇上の方までお願いいたします。審査員特別賞、あなたは GIT マスターズ2015において当初の通り優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。藤井亮殿、授業おめでとうございます。皆さん盛大な拍手を。商品が渡されます。ありがとうございました。おめでとうございます。じゃあ準グランプリを発表させていただきます。少女準グランプリ久次くん、久次くんおめでとうございます。盛大拍手をどうぞ。亮太くんですね。久次くん亮太殿、キレイは GIT マスターズ、2015年において当初の通り優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。GIT マスターズ審査員一同おめでとうございます。おめでとうございます。それとこちらを目録が渡されます。最後にですね、審査委員長である小林様から発表していただきたいと思います。賞状、GIT マスターズ2015のグランプリ、平賀祐介くん、おめでとうございます。はい、GIT マスターズ2015において当初の通り優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。審査員一同おめでとう。最後の締めのご挨拶を小林様もう一度お願いいたします。いや本当にあの皆さんお疲れ様でした。ね、こう多分ねあの、まあ、毎年見てるんですけど審査員の方もね皆さんで言ってたんですけども、今回そのなんていうのかな、
2回目3回必要ですみたいなね、そのリベンジみたいな子とかもいて、やっぱりあの必然的にやっぱ1回経験してればレベル上がるし、そういう意味ではあのこの大会こうレベルがどんどんこう上がってきて、すごいいいことだなと思います。で、たくさんのね、そういう中から全国からここに来てっていう夢を追ってね、いいギターを皆さん見ていただきまして、それぞれのギターのね、なんか我々が見ててもあこういう可能性があるんだなとかをこうその子たちのね、この先をたくさん見ながら、思いを馳せてね見てたんですけれども、お客さんをね、皆さん今日はいろんなね応援して、最後まで見てくれてありがとうございました。これからもね、GIT2016 またスケール大きくなって、やってくると思いますので、また皆さんもねご協力いただきたいなと思います。はい、ということで2015の、GIT マスター終了したいと思います。どうも皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様、ありがとうございました。受賞者の皆さんおめでとうございます。それが、ね、惜しくも